ナオトラ殿、お聞かせ願いたい。貴殿は親方様に一体いかなる恨みがあると。貴様、この後に及んでとぼけるつもりか。な、とぼけるなどと滅相もござらん。覚えがないだと本気で言っているのか貴様。確かに我ら武田と井伊の間に戦がありました。しかしそれは戦の世の常、恨むのは筋違いでござろう。大将戦の決着がつくまでみんな踏ん張ってよ。あ、あおや、呼んでいないお方まで来ちゃった。いいね、戦を取ってきやがって。これ以上好きにさせるか。ナオトラ様の涙は枯れ果てた。その思い男どもに分かるものか。拳と拳で組み合うか。それでも私は負けないがな。拳での勝負ならばそれはそれで望むところ。行きましょう。マサマサ、あなたの居する心を知らしめ。あ、オーケー。肩骨の骨にまで染み込ませてやるところだ。あらら、武田の成長も舐められちまったもんだね。真田氏の二人、変え撃て。さて、お前たち、楽しい忍び仕事のお時間だ。やれやれ、お宅の相手してる場合じゃないんだよね。周りにして帰ってくんないかな。私が倒れて男衆に示しがつくか。うちら今結構忙しいんだけど、お宅空気読めてる？私の約束の人はお前たち武田との戦の最中、お前たちのせいでまぶっちまった。すまねえ大将。真田も消えた。どこへ行った。出てこい。これはサスケの仕業か。これが俺様の精一杯だ。俺らの光を焼き付けな。合わせ瞳に互いを映せ。クラチなケダモノめ、そんなに返り討ちにされたいか。これ以上好き勝手にさせようものか。竜などとカライバリのいいところだ。これだから男は。女だとくだらねえ。わめいてないでさっさとかかってきな。次会う時は絶対に更生させてやる。覚えておけ、ナオトラの牙は抜けやしない。やべえ、勝てる予感しかしねえ。ヒデ、それがしを追い詰めたあのナオトラ殿を破ったのか。魔王や覇王なんかよりよっぽど王にふさわしいぜ。国を守るためならこのような命惜しくはない。みんな、サスケ、すまない。俺が不甲斐ないばかりに、いざとなれば十二門戦にて相打つ覚悟。者ども守れ。今こそ門扉を塞ぐ岩を踊らん。あなたの敵は目の前だけではない。それをお分かりか。引き逃げた奴らのことが俺が信じずに誰が信じる。思いの丈を全てさらしね。この一人で見届けてやり。見ての通りだ、小十郎。眉間にシワを寄せるまでもねえ。指揮する人が倒れた以上、俺たちただの烏合の衆。我らではまるで歯が立たぬ。お頼み申す、雪村様。
いざ。まさに侵略すること気のごとく震えているこの雪村の熱き魂が、今こそ吠えよ俺の魂、俺らの光を焼き付けな。合わせ人身に互いを移せ。この雪村負けて食いなし。俺が進むは竜の道、フォローミー。後悔はさせねえぜ。